荷物船のの老船長がが若若いい妻をををる争いが元で部下の若者を殺す様をショッキングに描く傾向の異なった三つの一幕物オペラを連続して同時に上演する三部作の最初の演目として、1918年12月14日、ニューヨークメトロポリタン歌劇場で初演された。1913年、パリを訪れていたプッチーには、 同地で1910年からロングラン上演されていたディリエ・ゴルドの舞台劇、街頭を見た。それはパリセーヌ川の荷物戦線場で生活する人々の愛憎模様とそこで発生したショッキングな殺人を題材とするものだった。彼はこの劇を機に入り、早速長年共同関係にあった台本作家ルイージー・リカにオペラ加権の確保と 台本作成検討を要請する書簡を送っている。同書簡中でプッチーには、これは確かにどこから見てもアパッシュだ。ほとんど、いやほとんどどころでない完全なグランギニョールだ。しかしそんなことはどうでもいい。僕はこの芝居が気に入った。とても効果的だと思う。ただ、このどぎつく真っ赤な鮮血と釣り合いを取る意味で、何か完全に違った性質の題材が必要だ。 僕は今それを探している。と述べている。注目されるのは、この1913年の時点ですでにブッチーニが、街頭を単一のオペラとしてでなく、別作品と組み合わせて上演するべきものと最初から考えていることである。彼が長年温めていた、傾向の異なるいくつかの短編オペラを一世で上演するという三部作構想がこうして、具体的にスタートした。 もっとも、イリリカとの作業は、その後進展することはなかった。気象の激しいプッチーニとイリリカの、かす役を果たしていた、ジュゼッペジャコーザが1906年に亡くなった後二人の、中は、しっくり言っていなかったし、別件で、マリアントワネットを題材とするオペラをプッチーニが、依頼したにもかかわらず、イリリカが着手できなかったこと、 そして1914年に第一次世界大戦が勃発、イタリアがドイツ・オーストリア側に宣戦線するに及び、ドイツ B 期として有名だったプッチーニと愛国心旺盛で、イタリアの対独宣戦線を熱烈に支持したイ・リーカとの間には、政治面での対立までが生じたことも理由である。それでも、該当を諦めないプッチーニは今度は、新進気鋭の激作か。 台本作家ジョバッキーのフォルツァーノに台本化を依頼する。しかし、一気盛んなフォルツァーノは、他者の舞台劇に手を加えるのでなく、全くオリジナルの台本を書きたいと言い出して、これを断ってしまう。もっともこのフォルツァーノへの接触は、全くの無駄ではなかった。三部作の他の二編、修道ジョアンジェリカとジャニス・キッキは、こうして、縁のできたフォルツァーノがほぼオリジナルの台本として、 提供したものである。次にプッチーニは引退した政治家、作家のフェルディナンド・マルティーニを訪ね、台本家を依頼する。マルティーニは思考を作成したが、それは美しい陰文であまりに拡張が高すぎ、原作劇の持つやひで、センセーショナルな雰囲気は完全に失われてしまっていた。結局マルティーニは自分は台本作成に向いていないとしてこの任から降りてしまう。 最終的に街頭の台本作成はジュゼッペ・アダーミーが行うこととなった。彼は大作曲家プッチーニからの依頼に喜び、3週間ほどで台本書稿を完成した。プッチーニとアダーミーが同じコロウィーンから移植されていたオペレッタ風のツバメの制作も並行していっていたため、街頭への制作着手は1915年10月にまでずれ込んだが作品の短さ、 簡潔さもあって、作曲は一旦開始されると順調に進み、プッチーニは1916年11月25日に、脱行した。約50分ピッコロ、フルートに、オーボエに、イングリッシュホルン、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、バストロンボーン、ティンパに、トライアングル、大太鼓、グロッケンシュピール、ジェレスタ、ハープ、 言語部。で、さらにこの基本編成に小太鼓が追加。バンダとしてはコルネット、低い教会の鐘、タグボートホルン、オートモビールホルン、ハープ。時と場所、1910年、パリセーヌ下半に浮かぶ、橋家の看板上夕方、船長ミケーレはぼんやりと日没を眺めていたが、妻、ジョルジェッタに、仕事も終わるので、沖縄氏たちにワインを振る舞ってやれと命令する。 彼は妻に接吻しようとするが、彼女が顔を背けるので、気を悪くしたまま船倉に降りてしまう。沖中菓たちが仕事を終えて戻ってくる。ジョルジェッタは、夫の言いつけ通り皆に酒を勧める。若いルイージは、居合わせた、オルガンビキニワルツを奏でさせる。はじめティンカが、そして、ルイージが、ジョルジェッタと踊る。 ちょうどルイージが彼女と固く抱き合って踊っているところで、ミケーレが甲板に上がってきて、皆は気まずい雰囲気となる。今度は、流しの歌うたいが歌詞に現れ、耳の物語なる小歌を歌う。ルイージは、ミケーレ船長に、ハシケが、ルーアンまで行ったところで自分を下船させてほしいと、頼むが、ミケーレに、あそこはもっと景気が悪いと言うぞ。 このまま俺の船に乗っていろとたしなめられその言葉に従う。ミケーレが船室に去った後、ルイージとジョルジェッタだけが残される。ジョルジェッタはなぜ船を降りたいなんて言ったのとルイージに聞く。彼は君をこのまま船長と共有していくなんて僕には耐えられないと思ったんだという。二人は今晩また相引きすることを約束する。ルイージは一旦近くに隠れ。 ジョルジェッタが船長が寝静まったことを確認して灯す。マッチの炎を合図に再乗船することにする。甲板に一人残ったジョルジェッタのところへ、ミケーレが戻ってくる。彼は妻に向かって優しく、お前は最近すっかり変わってしまった。昨年の今頃は夫婦二人と赤ん坊で幸せだったのに、あの子が死んでしまってからと言いかけるが、 亡き子のことを思い出したくないジョルジェッタは話を中途で、遮り、疲れたと言って戦室に去る。彼女の姿が消えたとき、ミケーレの態度は表現する。彼は、インバイ女目と吐き捨て、妻が浮気しているのは確かなのだが、誰が相手かわからない、と一人詮索を始める。タルパは年より、銀カは、ただのノミスケだ。ルイージは疑わしいが、今さっき下船したいと言ったばかりだ。 相手が誰であっても見つけ次第俺はこの手でそいつを殺してやる。ミケイレはこう歌った後自分のパイプにマッチで火をつける。漆黒の闇の中、その炎をジョルジェッタの合図と早が転したルイージが船に飛び乗ってくる。彼はたちまちミケイレに捕らえられる。ミケイレがルイージの首を締めながら正直に白状したら許してやってもいいぞというので、 ルイージは苦しい息の下で僕は彼女を愛していると告白する。ミケイレはさらに強くルイージの首を絞めつつ何度もその言葉を繰り返させ最後には考察してしまう。不穏な気配を感じたのかジョルジェッタが甲板に上がってくる。ミケイレはルイージの死体を素早く自分の街灯のもとに隠す。ジョルジェッタは言う。不安で眠れないの。あなたの その街灯で私を包んで欲しいわ。昔あなたは言ってたじゃない。人は皆一枚ずつの街灯を持っている。時にはそれに喜びを包み、時には悲しみを。その言葉を受けてミケイレは冷たく言い放つ。そして時には犯罪を、だ。さあ入ってこい。彼は街灯を広げ、ルイージの死骸を妻に見せる。驚愕のあまり絶叫するジョルジェッタをミケイレは引きつかみ、 彼女の顔を死体の顔に強く押し付けて巻く。プッチーニが街当を完成した1916年末の時点では、組み合わせとなるべき他のオペラはまだ、題材選定すらされていない状況だったが、プッチーニは本作品の出来栄えに満足だったらしく、彼自身の処女作、妖精、ビッリと組み合わせて、 ローマコスタンチ劇場で1917年から18年のシーズンに上演するとの案が真剣に検討された。ただ、この時はプッチーニが理想の船長ミケレ役と考えていたバリトン、ティッタルッフォが軍務に服さなければならず、同計画は頓挫している。該当は遅れて完成した他の2曲のオペラと共に当初、計画通りの3部作として、 1918年12月14日、ニューヨークメトロポリタン歌劇場で初演された。街頭は、プッチーニの構想の通り三部作の最初に配され、ルイージ・モンテ・サントが、ミケーレ役、クラウディア・ムツヨが、ジョルジェッタ役、ジューリオ・クリーミが、ルイージ役を歌った。この際、各新聞での表はその力強いベリズムオペラとしての展開を表面的には称賛するものの、 一種を除けば、結局のところ、カバレリアルスティカーナや、道化師のアリューとするものだった。イタリアでの初演は、翌1919 19年1月11日、ローマ・コスタンツィ劇場で行われた。配役は、カルロガルッフィのミケーレ役、マリア・ラビアのジョルジェッタ役、エドアルド・デ・ジョバンニのルイージ役であった。このイタリア初演の評価は、米国並みかそれ以下で、 とても好意的なものとは言えなかった。イタリアでは、この1919 19年当時、ベリズムオペラそのものが流行遅れの様式とみなされていたことも一因だろう。なお観客中には、アルトゥーロ・トスカニーニの姿もあった。彼は、プッチーニの作曲完成直後に、街頭送付にすでに目を通しており、それを最低のグランギニオールと批判していたが、 このイタリア初演時も街頭終演と同時に席を立ち、残り2曲を聴きもせず、劇場を後にしたと伝えられる。プッチーニはその行為に激怒した。彼ら2人の関係は、プッチーニの死の直前、トゥーランドット作曲が大詰めとなる1923年頃まで修復されることがなかった。なお、その後1921年になり、プッチーニはミケーレのアリアを差し替えて、これが、 該当最終版となった。該当は作者の意図した三部作ばかりでなく、他作曲家の端末物オペラ、例えばカバレリアルスティカーナ、同化種といったベリズムオペラ、あるいはリヒャルト・ストラウス、サロメ、あるいはバレエなどとの組み合わせで上演されることも多い。日本での上演に関しては以下の記録が残っている。舞台劇バージョンでは二つの殺人が並行して、 行われるが、下に見るようにオペラでは簡略化されて、単一の殺人となる。イリカーテ1913年2月9日の書簡。イリカはすでに50歳を過ぎていたが、イタリア陸軍に志願兵として従軍までしている。ここで調子外れのオルガンが演奏するのは、ストラビンスキー、ペトルーシカを思わせる、不協和音に富んだ旋律、およびフレデリック・ショパンのワルツ第2番。 変異調調作品34-1、華麗なる大演舞曲の引用とも考えられる戦律である。ペトルーシカ初演は1911年であり、厳密には台本の時代設定と合わないが、プッチーニは同作品を高く評価していた。これはもちろんプッチーニ自身のラ・ボエームからの引用である。未経営のありや、何もない静かだ。 初演時にはこの部分は擬人化したセール側に呼びかける未経営の独白、流れろ、永遠の可愛いよであったが、改作によってよりベリズムオペラ性が増している。またそれ以前の1916年3月に、プッチーニが該当原作者ゴルドに同作と組み合わせて上演できる二幕物の演目はないかとの打診を行っていることも確認されている。 つまりはプッチーニも3作での組み合わせ上演にそれほど恒定していなかったのかもしれない。本名をエドワード・ジョンソンというカナダ人。歌手引退後はニューヨークメトロポリタン歌劇場の支配人となった。ここでもドイツをめぐる政治上の対立が影を落としている可能性がある。トスカニーにはイタリアのドイツ参戦に対して好意的であった。 なおこの頃プッチーニはトスカニーニをしばしば、豚野郎と呼んでいるのが知られているが、これはトスカニーニがプロシットディ・パルマを特産とする、パルマ出身であるため、この団体の詳細は不明。急増の寄せ集め楽団ではなかったかと、想像されている昭和音楽大学オペラ、研究所オペラ情報センター、昭和音楽大学オペラ研究所オペラ情報センター、ありがとうございます。